はい、ピースケでサックスやっていきますということで、本日から、弾丸ライナーです。はい、アイラです。まさかのオリキャラを持ってこないというね感じでございます。はい、でガチャ来てるんですけど、重いんだよね重いし、あの一本釣りだし金徳違うしなんか悲しいです。鉄腕、なんか復活とかそっち系だったらまだ良かったかもしれないんですけど、変える意味あるっていうね。逆にエビルの強化が本番だったんですけど、この子、ちょっと入れづらいんだよね。とりあえず忍ちゃんと一緒に使えなくなるので、あのもう高校金徳で鉄腕入っちゃってるんで、しかも結構鉄腕が高校金徳である高校って結構いっぱいある気がするので、特に投手校はね。なのでどうするつもりなんでしょうかという感じでございます。やりづらくなったな。まあ、次花丸はもうスタミナ変化なので、なんか急速変化でできるようにするのか知らないんですけど、まあ、フッキーがいるんでね。はい、こんな感じですよ。チケットです。なのでちょっとやりづらいなという。二次得すればいいってもんじゃないからね、ほんと。二次得するぐらいだったら、あんまりあの結構希少価値系のね、金得にしてくれた方がまだ良かったんですけど、はい、こんな感じです。アイラってでもあれなのかな、 PR とかでもぶち抜ければ回収はできんのかな。はい、ランキング報酬、まあいつも通りかな、いつも通りだと思います。この称号が選んだところによって変わる感じですかね。到達報酬と、あ、ハゲあります。で、SR、レンちゃん、天才、ここがシドレミゾーンか。はい、はい、アマネ、アマネもそろそろ別バーの時期来てますよね。はい、まあいつも通りかな。なので、まあとりあえず回収だけサクッとして、はい、感じかな。ガチャは引かなくていいような気がします。はい、ということで今週もまったり頑張りましょう。ということで皆さん、ピースな日をお過ごしください。バイバイ。